これタッキーが辞めたのも闇が深いっていう話がちょっと出てるんですよね。ナックルズなんでね、どうなのかわかりませんけど、俳優や司会、タレントとして勝ち組ジャニーズの一人でもある井ノ原、現在もカミングセンチュリーの一員としてグループ活動も行っているが、事務所内のタレント充実で10番手ぐらい。そんな井ノ原がいきなりアイランド社の社長とはまさにサプライズ人事だってことですね。そうですね、いきなり来ましたよね。評価は高いんですが、ただジュニアの育成に力を入れていたという情報は皆無で、なぜタッキーの後任という疑問の声も多く上がっている。井ノ原は今後もタレント活動を続けていくということで、早くも腰掛け社長のイメージが先行している。井ノ原本人も自分は何もできないのでと、周囲の助けが必要と発言するポンコツぶりが露呈していると。じゃあなぜ命なのか。タッキー退社にはかなりの闇がある。ジャニーズ側はそこに触れてほしくないため、退社発表と同時に世間が食いつくような情報を同時に出したかった。ジュリーさんからしたら不必要と思われるようなアイランド社だから、アイランド社は別にジュリーさんは必要ないってことでね、若手育成というかジュニアのための会社ですよね。公認社長はそれなりに人気があり、言いなりになるものなら誰でもよかった。そこで白羽の矢が立ったのが命だと。東山だったら今更子会社のトップという立場でもない。木村拓哉はまだまだ事務所の大看板として頑張ってもらわないと困る立場ですよね。メインプレイヤーの立場。 TOKIO の3人は一応 TOKIO っていう子会社の役員、社長、副社長である。だから順番的には命になる。坂本くんや長野くんのベテラン元 V6 では影が薄く知名度も低いので、ジュリーさんと一番関係が深く知名度好感度抜群の命はまさに適任。そして後任に大本命が満を持して待っていると、満を持して社長になるまでつなぎもあると、一切文句を言わない従順な性格も考慮されたと。まあだから次の社長が実はいるってことですね。そこのね、次の役員、まあ本丸がいるってことですよ。まあ、その人は多分タッキーとはあんまり反りが合わないっていうことですよね。その大本命とするのは、すでに一部でも名前が上がっている松潤だってことですね。まあだから嵐とタッキーってのはそもそもライバルですよね。一番ジュニア時代からね、あんまりこう仲がいいとは言われてない。松潤はタッキー並みにジャニーズイズムを継承している。美少年などのジュニアユニットのプロデュースもしている。ジャニーズ全体のカウントダウンコンサートの総合演出も務めるなど、裏方としてもすでに超一流だし、なんといっても嵐ですから格的にも最高。まあそうね、国民的グループですからね。来年9月までには主演の大河ドラマの撮影があるので、それ以降3代目でアイランド社長となるのは規定路線では、その際副社長に降格しても今後自分なりに松潤を支えるのか、支えるとか笑っているのが命の凄さ。まあまあだから命は本当にいい人なんだなってことですね。まああとタレント業を続けるってことはしょうがないですね。タレント業と社長業はね、なかなか一緒にはできないですね。中居君とか見てもね、かなり大変そうですよね。早ければ来年末に松潤がアイランド社長就任で、嵐も再始動というダブル、ビッグサプライズが待っているかも。どうなんですかね。でも松潤が社長になったら嵐は再始動できないじゃないですかと思いますけどね。で、そもそも大野くん再始動するしようと思ってないんじゃないですかと思います。まあそれ以前にジャニーズ持つのかなってところですけどね。多分タッキーは始動するんじゃないですか。で、もっともっと辞めジャニが増えてくるんじゃないのかなと思いますけどね。まあなんかそういう闇があるというナックルズの話でした。